はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールブリーチ忖度というわけで、まあいろんなキャラが言い混じった決闘、これではなんかなかなかなんですけども、今日使っていくパーティーこちらというわけで、今日月曜日なんですよ。初日からあのお方を使います。来ました、護衛13隊総隊長山本源流山路。2020年中頃に登場したおじいなんですけども、私マルトラ、この山路の必殺技が全キャラ合わせて一番好きなんですよ。この天地怪人演出がマジで一番かっこいいと思ってるんですよね。原作知らんねんけど、この天地怪人って画面にブーン出てくるのがものすごくかっこいいんですよ。で、かっこよさと、強さが比例していないっていうね。あれ来ました、ありがとうございます。 HP13,329 で攻撃2,420、もう今のイベントキャラクターっていうね。遊んでもって必殺技が 500% ダメージで火傷、特性が攻撃必殺 12% アップというわけで、まあ、かなり尖った性能しているんですよ。まあ今では全く弱い性能なんですけども、もう今週はね忖度入っとるんで、この山路もう一度返り咲いていこうかなと思ってやっていくんですけども、1枠目ルフィ&エースでバフしていきまして、2枠目限定剣心で4つあり、でもって吸収イチゴで1個ありして、定番のロジャーで、ラスト山ジーで肉付随さしてクソぶっぱステーキ焼いていく。さあというわけでやっていきましょうか、よろしくお願いします。というわけで、まあ今日は月曜日となっているんで、まあね、この辺の順位帯はあんまり決まることはないんですが、いやポイントぜひともカンストもらっていきたいなっていう気持ちがごっついほどあるんですけども、1枠目ルフィ&エース、これほんまに何年ぶりや、1年ぶりぐらいかなに使いますね。これなんでかっていうと単なるポイント要因ですわ。あの1枠目の友情技にパッツァンをつまへんかったら僕の場合ポイント 20% 詰めないので、で、あの勝つためには限定剣心入れたい。あの限定剣心の枠を何がしブリーチキャラクターにすんのもいいんですけども、そうした場合戦力がねクソみたいに落ちるんで、だから勝つためにはこのパーティーしかなかったという状況ではあるんですが、ここは悟空班からのまあ変換、うーわクソにも程があるやん今日、なんじゃこの着地は。そうですか、そんな着地になったか、それ思いもよらぬなんですけども、ほんでもって相手さんふんだんに、ブリーチキャラクターで封刃というわけでね、なんか1枠目でなんか40万ぐらい入ったんでバグなんですかね、ぜひともね通報していこうかなと思うんですけども、まあ、ここは全然入んない。素晴らしいと。まあ、ラス枠でゴリまくるっていう、パーティーになっているんで、全然いいんじゃないかなと思うんですが、見てなかったんですけども、ラス枠の関西弁おかっぱ金髪兄ちゃん、あいつ、青属性なんですよ。山ジーがね、炎タイプというわけでね、火消されてる。僕は山ジーの詳しいことはよくわかんないんですが、天地怪人ってもうめちゃめちゃ火使うんですよね。多分山ジー属性というと火属性だと思うんですけども、この山ジーの火ってもう消えることのない最強の火みたいな感じなんじゃん。原作で知らんねんけど、この山ジーの火が消えることはない、俺の闘志もなみたいな感じで敵バッタバッタ切り刻んでいくみたいな、そういう激アツシーンあると僕は将来願っているんですけども、まあ、その場合ね、原作通りにいかないのがこのジャンプチヒーローズの世界というわけでね、金髪おかっぱ兄ちゃんの水に濡れただけで死んでしまうっていうのが悲しい現状なんですけども、ここに関してはお年玉あげる前に先に、クソ力ぶち込んでいきまして、でもって、お年玉もらっていきまして、
今年もねあと1ヶ月半で終わりますわっていうね、世間話どうでもいいんですけども、ぶち割っていきます。ヤマジーの火はまだ消えておりません。まだメラメラと燃えているんですけども、お年玉もう一発もらっていきまして、まさかの9個割っていうね、土地狂ってるんですけども、相手さんバフは、カス、こちら側、276の必殺ダメ、まあ、モリンと詰めております。以下ほどというわけで、9個割、7個お姉さん超越せしものなんですけども、以下ほどというわけで、まあ、風神はもう、どうでもいい。ホンデラスアーク、これは、必殺0個割、1つ割となりました。ヤマジーの火力、得とご覧あれ。9個割を弱点といえどクソみたいに入るやろ。はい。想像以上に入らんかった。まあ今日はこんな感じで頑張っていくんですけども、今のはね、あのムーブがクソやったんで、あんなヤマジーで悪気さらさらなかったです。うん、ダンゴムシなんで頑張っていくんですけども、ここに関しては、まあちょっと発動していきまして、パッツァン2枠目か、メズライの、せやな、先にここで黄色、難しい盤面ですね。5年悩んでいいですか？1枠目にね、パッツァン積んでることによってね、ちょっと盤面事故が起こりやすいんですよね。パッツァンただのバフなんでね、牛炭治郎さん、炭治郎牛さんに関してもただのバフなんですけども、あっちはね生成数軽減ついてるから、まあ盤面時間あんまり起こりにくいんですよね。ここパッツァンでもね積まへんかったらポイント 20% プラスできないんですよね、僕のパーティーの場合。だからちょっとねここまあ頑張っているほかないんですが、んーでここに関しては、なんでそんなことなんの、意味がわかんないんですけども本当に。まあぶち割っていきまして、はい、くそー、まあしゃあない。なんでもっとお年玉もらっていく準備めっちゃしていきまして、ここで3つあり、全割決まりたいな。全割決まるんはいつなんでしょうか、僕のそんな未来全く見えないんですけども、ここ2つ割、まあダメージはクソほどにも入らないんでいいんじゃないかなと思われます。んーでもって剣心がゴリほど入るといいですの。やっぱりこういう耐久パーティー大好きなんですけども、ここに関してはお年玉先にもらっていきましょうか。成人済みでお年玉もらっていきまして、まあぶち割っていくムーブにしましょうかね。ここでまた、僕の可愛い可愛い山じいちゃんで、フバトルめっちゃ分厚く割れるんで、ここものすごくいいんじゃないかなと思われる。オッケー、素晴らしい、繋がったな。4つ残せたんはでかい。しかも剣心の自動変換の必殺は割れているんで、あれはフルマックスですね。で相手定番の風神というわけで、はい、ここの風神マジクソなんですけども、1つ割り決まっていきました。ダメージ以下ほどというわけで、まあ、全然出えへんな。オッケー、素晴らしい。こいつ何やったっけ名前、ラインシュトロハイムやったっけ。あ、それちゃ、なんか違うな、それちゃうわ。うん、はい、あれだす。さあラスワーク、ここはもう属性の相性云々じゃなくてただの、殴り合いとなっているんで、ここぜひとも勝っていきたい。今週はね、わりかし弱体化刺さると思う。弱体化短縮持ってるキャラクター全くいないんで、わりかし友情で弱体化積むありなんじゃないかなと思うんですけども、お年玉は2回もらっていきまして、で相手さんバフは32のクソ、こちら側は312の必殺ダメ全力となっております。以下ほどというわけで、さっきより必殺1個、少ないんですが、剣心でその分1個分厚く割っているんで、さっきよりダメージは鬼ほど出るんじゃないかなと思います。これは気持ちいいもんが見れるんじゃないかなと思うんですが、いかほどというわけで、まあ、アイゼンでバフ買い積まれたんですけども意味がないと。やっぱりね、もう初日に早々に
総隊長様がもういらっしゃったら、ちょっと待ってね。まあ、この動画1分ぐらい巻き戻して見てほしいんですけども、その時の過去の僕なんて言ってました？あ、そうなんですよ。今週は、特性で弱体化短縮持ってるキャラクターがいないんで、弱体化短縮が刺さると。これ使うめっちゃいいでってね、打ったんですけども。見てくださいよ。相手のラス枠。無月一号。弱体化短縮なんよ。なんでな。不走状況を打つというわけでね、まあ、やっていくんですけども。今回、剣心全割決まりましたね。ようやく、フルパワー発動できるわ。よかったよかった。ほんでもってここで、バフゼロですわ、相手さんの。気持ちよすぎる。残ったんは状態以上の体を蝕むのみというわけでね。この対面、なかなかいいんですけども。でもって相手さんのダメージはもちろんのごとくカス。そんでもって相手さんのレジェンドがまさかのシャンクスというわけでね。まあ、僕は、命かけてるんで、はい、脅しの道具じゃないことが分かってるんで、はい、わきまえているんですけども、ニコ割と、ここのニコ割なかなか厄介やな。お年玉でなんとか繋がってほしいんですが、はいと、素晴らしい。これはこういう割り方にしましょうかね。ほんでもって、丸オロチで、運で、さらにロジャーで海と。まあ、ラス枠弱点、取ってるんで、弱体化刺さんないといえど、まあ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 、アドバンテージは稼いでるのではないかなと思います。はいと、そんでもって、17万回復も生きていると。さあ、ラス枠、ここ。まあ、相手さんの盤面がすんごいことになっているんですが、おお、そこでガードを積む、そんでもって、そんな割り方する、5個割。ここの5個割はゴミやな。なかなか厄介なんですけども。勝つことは決定したんですけども、ポイントが稼げないっていうね。まあ、こっちも 29% ガード張るんで、お前の浮竹さんのクソみたいなガードなんざ、紙切れも同然よ。こっちは総隊長やで。お前みたいな一つの隊の隊長のガードなんかどうでもいいんですけども、相手さんのバフはゼロ。こちら側321の必殺ダメ全力の七子お姉さん弱点というわけで。これゴミほど入るぞ。イカほどというわけで。はい、これ。まあ、弱点刺さってないにしろいいダメージは入ったな。はい、気持ちいい。なんだかんだポイントを漏れてんな。いいぞ、山地。我らが山地。地獄やん。まあ、アイゼンはね、もう来るって分かってたわ。もう今週ね、ラス枠青がマジで強いんですよね。そうですか。まあ予想通りなんでね、逆に、予想通りなんで、はい、いいんですけども。ここに関しては、クソつなげオツですか？クソつなげオツ。なんちゅうつながりを見してんの僕は。マジ剣心一つ割とかいうゴミ決まったんですけども、ラス枠に全部タスク武器物が危なったわ。マジで言うてる。でなんかガードそがれまして、3枠目、まあ、ウリュウちゃんなんで、回復タイプなんですよね。まあ、回復依存なんで、回復力アップ全然積んでないんで、そういうこともろもろ考えたら、3枠目でクソぶっぱ決まってくれれば、ダメージめちゃめちゃ抑えられるんですけども、ここの剣心の一つ割りキモい。なんでやねんとかじゃなくて、キモい。これなんですよね。僕の今頭に浮かぶ言葉は、キモい。これです。んで、クソみたいに割るやんけ、ここ。
なんちゅう割り方すんねんこれ。いやー避けれへんな、避けて通れへんわこれ。これさ、もうロジャーで、うん、ロジャーでそうして、ロジャーでそうしてお年玉もらって、逆にレジェンドゲージ貯めましょう。これでこんな感じで、ほい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 と、そんでもってラス枠でもう一発発動できるようにする。ただこっちにはね、秘策弱体化があるんですよ。弱体化ぶっ刺さる。これ多分ね、ラス枠でいなしてないやろ。ベジット絶対おらん、 100% おらんので、アイゼンは特性弱体化短縮でもなんでもないんで、このままいったら、刺さる。そんでもってここツナリボの攻撃バフ据えました。なんぼやろ、100ぐらいは据えたんちゃう。なのでバフの数値的にもかなりいいもんが、育っているんじゃないかなと思うんですが、ただ相手さんのバフもね、まあまあ育ってるんで怖いんですけども、まあ割っていきまして、でお年玉も溜まったんで、必殺ダメ上げることができる。アドバンテージは100万ですわ、結構取れている。相手さんバフは225、結構バフしてんな。ウリュウさんで69、あ、カスやな。こちら側320、必殺ダメもまあまあまあっていう感じですね。6つ割となりました。いかほどと、29% ガード。お前の友情技何やった？お前の、あ、おお。あ、それですか。勝ちました。絶対勝った。地味に邪魔プチ君も仕事したんでね。はい。よし！オーバー80万ぐらいはかなりでかいわ。いや、今の山 G 勝てたんバカでたいわ。バイ。さあ、ラスト1回やっていくんですけども、よしゃすというわけで、ゾロ十郎ですか。珍しいの積んでますね。そんでもって、相手さんのパーティーメインキャラ瓦解しとるんで、これは勝っていきたいところではあるんですが、つながらん、つながる、ギリつながった、オッケー、素晴らしい。これは次の変換次第ですね。なんなんその友情技、カス友情を積むな。んで封刃でしょ、封刃で変にダメージ与えられる感じか。いやー、きっしょい、きっしょい。シンプルにきしょいんですけども、お前の、ここはね、ここはまあ安定で全員発動しましょう。悟空班も発動してから、ここやな。まあ、ガード貫通なんで意味ないんですが、変換できるんで、オッケー、素晴らしい。これはうまいこと、うん、全割叶いましたね。素晴らしい。そしてもって、ガープ。変なパーティーやな、相手さん。相手さんのパーティーが変にも程があるわ。列車で削っていくみたいなパーティー？どういうパーティー？状態異常パーティーでもないしな。ただの害悪なんですけども。ただの害悪極まりないパーティーやな。あいと。ここの氷結ダメージ等々がクソみたいなパーティーやな。なるほどね。そこでちょっと嫌がらせをするほかないっていうね。僕、害悪パーティーよく組んでるんですけども、相手さんほどではないっていうのを自覚していきまして、ここは、全割は叶いたくないんですが、全割してまうな。まずい。そうですか。まあ、いいでしょう。全割していきまして、まあ、レジェンドが溜まったんでね、よしと思っておきましょうか。そんで、今回、高校じゃなくて、先行を取っているんで、最終的に吸収できたバフこっちに残るんでいいんじゃないか。相手さんのパーティーがマジで意味わからん。これ、ね、どういうパーティ
状態以上で削るパーティーにしてはラスガクゾロ十郎ってなんやねん。意味がわかんないんですけど。はいと、まあ状態以上でゴリゴリ削って封刃でまくっていくみたいなパーティーなんかな。うん、わかりません。あれだ、本当に。はい、まあ62万まで削られたっていうのはね、まあ逆に言うと検討したっていうのを相手に言おうかなと思うんですけども、ここに関してはまあ弱体化、まあ、ここでつけていきます。ここでさ、ラスアーク状態以上でまくるんやったら、バフ回とか積んでへんよな。それほんまの害悪なんですけどもそれはほんまに害悪よ。やめてくれよ、それだけは。アドバンテージ40万ぐらい取られているんですが、バフを圧倒的に勝っているんで、まあ、まくれることはまくれるんじゃないかなと。弱体感はぶっ刺さっているんで、さすがにいなすことはできないでしょう。オッケー、まあ、ラス枠ただの、感じでしたね。ゾロ十郎はバランスタイプにキラーが入るんですが、じいちゃんは、特殊タイプなんでキラー入んないというムーブ。あー、決まってんな、5つ割り。まあダメージクソでしょ、これは。さすがに、あ、オッケー、素晴らしい。なんでもって、やまじざまあ見やがれ